それでは皆さんご一緒に乾杯。今回は本当にお疲れ様。主君賞はもちろん雨宮さんね。そんなことありません。勝てたのは神山さんのおかげです。いや、お前は頑張った。頑張れなかったのは私だ。私もです。申し訳ありません。なぜ謝るんだ。生きて戻ってこられた、それだけで十分じゃないか。初穂もクラリスもよく頑張ったよ。ありがとう。はい。お、失礼します。皆さんにご報告があります。あら、何かしら。まずはこちらをご覧ください。これは帳簿？はい、大帝国劇場の資産状況です。結論から言えば、帝劇の運用資金がつきました。神山隊長の無限、その費用が高くついたのが原因です。俺のせいですか？ですが、無限がなければ戦えなかった。分かっています。ですが、それはそれ、これはこれです。カオルさん、資金がないということはもしかして。はい、当面お給金はありません。光熱費も食費もゼロです。おいおいおい、どうすんだよ。給金はともかく、飯抜きだけは嫌だぜ。私の本を売るなんて言わないでくださいね。帝劇がなくなっちゃった。なのになくなっちゃう。困りましたわね。ねえ神山くん、どうしたらいいと思う？舞台公演をやりましょう。お客さんが入れば資金も調達できます。それはいい案ですね。賛成です。ですが、舞台公演を行うにはいろいろと問題が。そうね、公演を行うにしろ、コウマと戦うにしろ、必要なものが2つあるわ。というと？人は城、国は人なり。たくさんの孤児が言っているでしょう。つまり、人よ。紹介するわ。世界が誇るスター、アナスタシア・パルマ。ここに来れば退屈しないって星たちが言ってたけど。確かにそうみたいね。メイン・ゴーツ、本当にアナスタシアさん？有名な人なの？知らないのかよ、サクラ。世界的に有名な大スターじゃねえか。皆さん、ごきげんよう。私はアナスタシア・パルマ。帝劇の舞台に招かれるなんて光栄ね。花組の名に恥じぬ働きを約束するわ。あなたがキャプテン神山かしら。ええ、花組隊長の神山清十郎です。よろしく。そう、あなたが。先日のコウマとの戦いでは目覚ましい活躍をされたそうね。私もこの目で見てみたかったわ。アナスタシアさんには花組のスターとして舞台の花を務めてもらいますわ。そしてもちろん歌劇団の一員として戦いにも加わってもらいます。戦いにも？大丈夫なのか？もちろん、
そちらの腕も期待していただいて結構よ。さすがだな。頼りにさせてもらうよ。なんつうか、舞台も戦いも一気に戦力倍増って感じだな。世界一の演技を間近で見られるなんて、わあ、幸せです。ところで支配人、必要なものが二つっておっしゃってましたよね。いやあ、よかった。忘れられてるんじゃないかと思ったよ。レイジ、お前なんでここに。おいおい、なんでとはお言葉だな。もう一つの秘密兵器とは俺のことよ。お友達ですか。ああ、兵学校時代の同期、シバレイジだ。俺が戦術本科、あいつが機構整備科で首席同士だった。聖十郎とはいろいろと張り合ったもんさ。いわば永遠のライバルってやつかな。ああ、また一緒に頑張ろう。期待してるぞ、レジ。はあ？お前、本当に聖十郎か？熱でもあるのか？ああ、そうだよな。お前はそういうやつだ。お前に真面目に答えた俺がバカだったよ。そうそう、そういう感じがお前っぽいぜ。うるさい。何なんです、仲がいいんですか、悪いんですか。男の人ってよくわかりませんね。芝君には技師長として主に量子戦闘機の整備を担当してもらいます。他にも舞台や設備の修理もお願いするわね。了解しました、スミレさん。ま、お前が来たなら安心だ。しっかり頼む。おう、任せとけ。それじゃあ私は部屋に戻ります。神山君、後で私のところに来てくれる？